はい、こんにちは、MB です。今日は洋服に使えるケア用品ですね。洋服のケアについてご紹介しようと思います。僕が長年使っている洋服のケア商品3つぐらいかな、お教えしようと思います。はい、まずはシワ伸ばしスプレーのレオニス、こういうやつですね。服にかけてですね、シワが伸びるやつですね。アイロンをかける暇がないっていう時に、このレオニスのシワ伸ばしスプレーをかけるとさっとシワが消えます。動画で説明するの多分伝わらないと思うんですけど、シワがあるシャツにですね、こうバーッと吹きかけるんですよ。で、吹きかけてパンパンパンとシワを伸ばしてあげます。こういう感じで。そうすると、まあ簡単なちょっとしたシワぐらいだったら綺麗に消えちゃうので、わざわざアイロンがけしなくても済みます。そしてこのまあシミみたいになるんですけども、これはすぐ乾くので、まあ、数分で乾いてくれますんで、これ結構便利です。これなんでこんなの持ってるし、なんでこんなの知ってるかっていうと、実はね、スタイリストさん必携のアイテムなんですよ。撮影するとき、スチールの撮影とかモデル撮影するときにですね、必ずスタイリストのアシスタントさんは腰にこれぶら下げてます。まあもちろんレオニスじゃない人もいっぱいいるんだけど、僕はね、今まで使った中でレオニスが一番シワ伸びるんじゃないかなというふうに思って、もうこれ束になってもう大量買いしてですね、事務所に山ほど置いてあるんですけれども、撮影のとき僕も撮影バッとやるんだけども、わざわざこう、あ、シワがついちゃってた、これアイロンがけしなきゃってタイムロスになるし、あとは、まあ普通の人もですね、撮影をするような人じゃなくて、普通の人も、まあ、着てこの服着て出ていく、外出しようって思うのに、なんかね、保管状態が悪くてシャツにシワが溜まっちゃってたとかの時に、まあ、どうしたらいいかって、アイロンわざわざかけるの結構大変じゃないですか。アイロンかけてなかなかね、労力かかるから、まあ、そういう時にさっさっさっとかけてあげて、パンパンと直してあげるとですね、綺麗にシワ取れます。あとは通販とかでお洋服買うと畳んだ状態で来るでしょ、袋に入ってさ。でそれ袋開けて着ようと思うと畳じわがついてるじゃないですか。まああれしょうがないことなんだけど、畳じわを消すときなんかもおすすめです。これ一かけではないかな、まあ何回かスプレーをしてパンパンってやってあげると、畳じわぐらいだったら結構簡単に消えちゃうので、これを買ってからですね、アイロンがけの時間が圧倒的に減ったので、もしだったらぜひチェックしてみてください。特にね、よくドレスシャツとか着るサラリーマン、ビジネスマンの方はですね、必携だと思います。家に1個あると非常に便利ですよ。必ずリピートすると思います。おすすめです。値段もそんなに高くないし、 Amazon で簡単に買えるので、概要欄の方に一応商品リンクつけておきますので、ぜひ気になったら買ってみてください。で、これシワが消えるだけじゃなくて、匂いも消えてくれる消臭効果もあるので、まあシワが消えると同時に、嫌な匂いも消してくれるので、非常におすすめでございます。ぜひ使ってみてください。そして続いてパナソニックの、スチームアイロンですね。スチームアイロン、名前間違ってない、衣類スチーマーパナソニックの衣類スチーマーです。まあ衣類スチーマーはティファールとか結構いろんなメーカーが出しているので、まあどれも甲乙つけがたいとは思うんですけども、個人的にはこのパナソニックのタイプがですね、持ちやすくて使いやすくて、まあずっと使ってます。まあ、ちょっとコード邪魔なんだけどね。まあこれはどういう風に使うかっていうと、めちゃめちゃ簡単で、普通のアイロン台に置いてブーってやるんじゃなくて、これは蒸気の力でシワを消してあげるので、普通にこうハンギングしてるハンガーでかけてるシャツとかをブシュッブシュッとこうボタン一つでスチームが出てくるので、それで、シワが伸びてくれるっていうものです。もちろん布に直接当ててですね、シワを消すこともできるんですけれども、簡単にこうハンガーにラックにかけてあってブシュッブシュッだけで結構シワ取れるんで、正直ですね、僕ここを1ヶ月ぐ、いや1回したか、ほとんどね、アイロン台を広げてアイロンかけるってことをほとんどしてないですね。シワがつきやすいドレスシャツとかを洗濯機で洗って洗い上がった時に、やっぱりシワ伸ばすためにアイロン台かけてシワ伸ばさなきゃいけないっていうのはあるんだけど、基本的にはさっき紹介したこのレオニスのシワ取りスプレー、そして、スチームアイロン、この2つがあれば大概はシワ伸ばせます。まあ特にイージーケアのものって最近すごく多いじゃないですか。そんなにシワつきませんよみたいな化学繊維が入っていて、その類のシャツだったらほぼシワは完璧に取れるんで、この2つがあると基本的にはアイロン台を広げてアイロンかけるっていうことが、ほぼないと思うので、まあアイロンってね、ほんと
めんどくさいでしょ。でやったと思ったらさ、アイロンが手が下手くそで裏側に今度シワが入ってて、そのシワを取ろうと思ったらまた今度裏側にシワが入っちゃったみたいな、結構アイロンがけで苦戦する男の人って多いと思うんだけど、まあそういう人たちのために一回この辺買っちゃえば、まあそれなりにもう持つようになるというか、あのアイロンに時間かけられな、かけなくてもいいようになるので、非常におすすめでございます。まあ値段はやっぱりね、ちょっとはするんですけれども、まあ一回買っちゃえばそんなに、壊れないんで、パナソニックの電化製品そんなバンバン壊れるようなものじゃないので、ぜひ使っていただければというふうに思います。そして最後三つ目なんですけれども、消しゴム、はぁ？って思ったかもしれないんですけど、消しゴムです。何に使うかっていうと、靴の汚れですね。特にスニーカー系の汚れはですね、消しゴムがあれば簡単に落とせます。消しゴムをですね、やり方は簡単で、スニーカーにシュッ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 とこういう感じでやってあげます。まあこれ全然汚れてないんであれなんですけど、ちょっと汚れてるスニーカーとかこうやって消しゴムかけてあげるとですね、簡単に汚れ落ちます。特に白系のスニーカーとかグレー系のスニーカーとかは効果絶大なんで、まあ汚れも目立ちやすいからね。試しに、あの消しゴムなんてコンビニ行けば100円で売ってるので、100円で買って試しにね、愛用のスニーカーに消しゴムかけてみてください。結構変わりますよ。結構変わります。もちろんもう新品になるぐらいピカピカになりますっていうのは嘘なんだけど、あの汚れがねある程度は落ちます。簡単な汚れだったら落ちるんで、消しゴムバーンとかけてあげると全然ね、あのスニーカーのクリーナーとかかけなくても、あのクリーニングとかしなくても全然大丈夫です。洗剤とか使わなくても結構落ちるので、あの本当にこう しっかりこうカシャカシャカシャカってやってあげるとですね、あの綺麗になりますので、白スニーカー特に汚れ目立ちやすいと思うので、アディダスのスタンスミスだったりとかその辺使ってる人はですね、ぜひ試してみてください。ちなみに注意点なんですけれども、いくつかあります。注意点、白い消しゴムを選んでくださいね。色のついた消しゴムでやっちゃうとその色が映っちゃう可能性はあるので、真っ白なこの消しゴムを選んでください。そして消しゴム新品を必ず選んでください。学生さんとかあの横着して、あのいつも使ってる消しゴムでやってみようとかって思うと、消しゴムについてる鉛筆の成分がですね、消した時に残ってた鉛筆の成分が靴に今度は移ってしまって逆に汚くなる可能性はあるので、必ず新品を買うようにしてください。新品で綺麗なものを使ってですね、磨いてあげるっていうことをしてあげるとよろしいかなというふうに思います。ただ消しゴム一つで本当に100円とかで、100円より安いかもしれないね、消しゴムって、あっという間に綺麗になりますので、スニーカー愛用者はですね、割とこの消しゴムの技知ってると思うんですけれども、知らない人はぜひ試してみてください。はい、今日はそんな感じ。レオニスのシワ取りスプレーとパナソニックのスチームアイロン、そして消しゴムを紹介させていただきました。この3つがあるとですね、結構そのケアは困らないと思います。アイロン代もなくなるし、スニーカー用のクリーナーとか買わなくてもいいし、割と便利なのでぜひ試してみてください。まあ大量に僕こんな風にお洋服持ってるので、ケアももちろんいっぱいやってます。革の靴の磨きだったりとか、ジャケットとかコートの保管だったりとか、ニットがどうやったら伸びないで保管できるかみたいなことも散々やってるので、これから需要があればですね、こうやって YouTube で紹介していこうと思いますので、ぜひ参考にしていただければと思います。はい、MB チャンネル、普段はファッションの軸、豆知識、商品紹介などを行ってますが、美容の話やビジネスの話など男性を総合的にサポートするチャンネルとなっております。よろしければチャンネル登録と高評価お願いします。またお会いしましょう。MB でした。バイバイ。